はい、こんばんは。今回はね、ムカデの動画です。一応あれかな、でっかいムカデとか餌として与えてるゴキブリ、赤いゴキブリが映るから念のために閲覧注意です。あの、多足生物とかゴキブリが苦手な人、特に女の子とかね、怖い生き物が出てくるから視聴には注意してください。で、今回はね、ムカデの飼育環境をちょっと変えてみようと思ってます。生えるのは床材ですね。今使ってるのはね、昆虫用の、あのカブトムシとかクワガタ用のダニを寄せ付けないヒノキのマットを使ってるんですけど、これをちょっといじくります。とその前にね、先日録画しておいた最近のムカデの様子を見てもらいましょう。いや、今日はね、珍しくムカデくんが出てきてますよ。あ、このムカデメスだからムカデくんってのはおかしいな。まあ、いっか。でね、先ほどレッドローチを与えて、ちょっとね、これわかるかな、ムカデくんね、かなり大きくなったんですよ。捕まえてきた時はだいたい12センチ程度だったのかな。でね、現在は15センチ以上、だいぶ大きくなったんですよね。餌はね、レッドローチと昆虫ゼリーを与えてきました。レッドローチはね、週1、2匹程度しか食べませんね。あと、ムカデってね、乾燥に弱いって聞いてたんで、乾燥を防ぐためにこまめに霧吹きをしたり、で、水もよく飲むらしいんでね、水分補給も忘れずに行ってきました。日頃のメンテナンスはこんな感じかな。で、この床材ね、マット、昆虫マットなんですけど、これね、すぐ乾燥しちゃうんですよね。乾燥して硬くなるんですよ。で、加水して毎回マットをかき混ぜるとムカデもストレスがたまるだろうし、うん、これなんとかならないかなって思ってます。というわけでね、今回は床材のヒノキマットに保湿力を高めるために新しい素材を加えます。では早速始めましょう。ちょっとね、まずムカデくんを移動させましょう。いやー、すごいな、これ地獄絵図だよ。ゴキブリとムカデとかね、おったおった。ちょっと噛まれるのが嫌なんで、僕もね、ゴム手袋してます。どうしようかな、これこれ、ムカデがさ、脱走したらさ、ちょっと大変っすよね。脱走してさ、夜寝てるとこガブってやられんの、おかねえよな。そういえばあれらしいですよ、ムカデの毒って溶血性、血が溶けちゃうんですよ。白血球じゃなくて赤血球がさ、破壊されて血が透明になっちゃうんですよね。結構痛いらしいです。スズメバチとかと一緒の毒かな。僕一回スズメバチに刺されてるんで、もう一回刺されたらもしかしたらアレルギーで死んじゃうかもしれないんですけど、アナフィラキシーショックってやつ、気をつけないといけないですね。ヒノキマット若干湿ってますね。これにあれ混ぜるんですよ。ハスクチップ、ヤシガラ、これね、ヤシガラ、これすごい保水効果があるみたいなんで、これね、あれですよ、カマキリに使ってたヤシガラです。カマキリな、春は、もう目の前なのに死んじゃったんですよね。
ちょっと残念です。これを加水して。で、次の素材は燻炭です。これね、ダニを寄せ付けないために使います。どうしてもあの湿度、あの保湿力を高めると、ね、こういうマットとかってダニが湧いちゃうんで、それをね、予防するために使います。ペン芸用の燻炭、あんまり入れすぎるとムカデにダメージを与えちゃうみたいなんで、ちょっとだけ使います、ただの予防ですね。なんか象のクソみてえだなこれ。これせっかく新しくしたのにムカデ君一目散に潜っていっちゃった。こういうなんかホラー穴タイプより物の下に隠れるのが好きみたいですね、ムカデは。ゴキブリ、いやこれゴキブリの餌にもなる。間接的にムカデの栄養になるわけです。で、蓋をして終わり。ちょっとあのムカデの登場シーンが少ないと申し訳ないと思って、水飲み場の皿をどけてみたんですけど、あのムカデってね、ゴキブリと並んでかなり嫌われる生き物ですけど、僕好きなんですよね。かっこよくないですか。ていうか潜ってっちゃう。まあしょうがないか。で、このね、今回マットに手を加えたんですけど、保水効果についてはまた後ほど報告したいと思います。ムカデ君潜っちゃったんで、まあ今回の動画はとりあえずここまでにしておきます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。